アブラハムと呼ばれたブラックセミノールのリーダーブラック。セミノールは、早ければ1600年代の後半から、サウスカロライナ州とジョージア州の南部、大西洋岸一帯から、フロリダのアーラノに逃げ込んだ、逃亡奴隷の子孫である。逃亡奴隷たちは、同時期に、フロリダに逃げ込んだ、様々なインディアンの集団と一緒になった。その二つの集団が一緒になり、多民族、多人種の同盟として、 セミノール部族を形成した。今日、ブラックセミノールの子孫たちは、オクラホマ州とテキサス州、バハマとメキシコ北部の村落にまだ住んでいる。19世紀のフロリダのブラックセミノールたちは、彼らの敵である白人のアメリカ人には、セミノールニグロと呼ばれ、他のインディアンからは、ブラックピープルと呼ばれた。フロリダの領地をイギリスの攻撃から防御するスペインの戦略は、当初、 土着のインディアンを民兵として組織化することだった。しかし、サウスカロライナ州の植民者の襲撃と西アフリカから輸入された黒人奴隷から伝染した熱帯病がフロリダの先住民の多くを殺した。もう少しで地元のインディアンが死に絶えるところであった時に、スペインは英国が支配していた北の植民地の裏切ったインディアンと逃亡奴隷に南へ移動することを奨励した。 スペイン人はイギリス人にとっての伝統的な敵がイギリスの拡大を食い止める際に効果を表すことを望んでいた。1689年にはアフリカ人奴隷たちは自由を求めてサウスカロライナのローカントリーからスペイン領フロリダへ逃れた。フェリペ5世の布告の下で黒人の逃亡者は戦闘オーガスティンのスペイン人移住者を守ることと引き換えに自由を受け取った。 スペイン人は黒人の志願兵でミリシアを組織した。1738年に作られた彼ら黒人のモーセ砦の居住地は北、アメリカで最初の法的に認可された自由な黒人の町となった。しかし南から逃げてきた奴隷のすべてが好んで戦闘ガスティンの兵役についたわけではなかった。おそらくそれよりずっと多くの逃亡奴隷たちが熱帯での農業の知識や 熱帯病への抵抗の知識が役立ったであろう。フロリダ北部の荒野の地帯に逃げ込んで難を避けた。フロリダを開拓した黒人の大部分はサウスカロライナの米の農園から逃れてきたガラジンだった。ガラジンとして彼らは多くのアフリカ言語と文化遺産とリーダーシップの構造を保持した。彼らガラジンのパイオニアは米とトウモロコシの農業を基本にした居住地を自ら作り、 それと同時にフロリダに逃げるインディアンにとっては有能な同盟者であることが判明した。アメリカ独立戦争の間には数千人のアメリカ人奴隷は自由と引き換えに英国と戦うことを同意しフロリダには自由を求める黒人が新たに流入した。また独立戦争の間にはセミノール・インディアンもまた英国と同調し結果としてアフリカ人とセミノールは お互いの接触を増加させた。両方のコミュニティのメンバーは、米英戦争の間も再び、英国側につき、アメリカの英雄、司令官、アンドリュー・ジャクソンへの復讐を誓って、結びつきを強めた。19世紀初頭マルーンとセミノール・インディアンは、フロリダで普通に接触していて、そこで彼らは、北米・インディアンと黒人の間のユニークな関係を構築させた。 マルーンはインディアンに家畜と作物を年貢として納めるのと引き換えに生域を見つけた。インディアンとしては人口のまばらなそれらの地域の重要な戦略上の同盟としてマルーンを順番に買収していった。通常、セミノールのコミュニティのほとんどすべてのマルーンはインディアンの州長の個人的な奴隷として特定された。しかしセミノールの奴隷制度はアメリカ南部で実施されていた。 奴隷制度のシステムとは無関係で歴史家はよくその習慣を封建制度と比較する。マルーンは彼ら自身の独立した共同体に住み彼ら自身の黒人のリーダーを選び牛や作物などの適度な富を蓄えることができた。最も重要な点は彼ら自身が自衛のために武器を携帯していたことである。1822年の国勢調査では 800人の黒人がセミノールと共に暮らし、北アメリカの歴史の中で最大のマルーン共同体を構成していたと見積もられている。黒人の居住地はアメリカ南部の奴隷の条件に比べるととてもよく軍事化されていた。南部の奴隷制度に比べるとセミノールの奴隷制度は寛容だったが、しかし不平な関係は残った。セミノールの州長はマルーンから維新と富を勝ち得たが、 セミノールも白人も、ブラックセミノールは、インディアン部族のメンバーではないと考えていた。黒人の主張は、時折セミノールの共同体ら婚礼や、その他のサービスを受けることがあったが、これは例外であり、規則ではなかった。1800年以降に具現化したブラックセミノールの、文化は、アフリカ、インディアン、スペイン、そして、奴隷の伝統のダイナミックな混合である。 インディアンの伝統によって、マルーンは、セミノールの衣服を着用し、クンティなどの植物の根を食用にし、乳鉢でトウモロコシをすりつぶして作るペースト、ソフキーを作った。しかし、インディアンと離れて生活したマルーンは、彼ら独自のアフリカ系アメリカ文化を発展させた。ブラックセミノールには、大農園から継続されたキリスト教を融合した、様式に向かう傾向があった。 結婚を祝福するジャンピン・ザ・ブルームのような文化的な習慣は大農園から生まれた。その他の黒人の街の名前に使われるような習慣は確実にアフリカの影響を受けている。言語は特にブラックセミノールの異なった文化を示している。アフロセミノール語はサウスカロライナとジョージア州の海岸に沿った群島の方言であるからごと強く関連している。 柄語と同じく、アフロセミノール語は、バンツー語や、その他のアフリカ言語と同様に、スペイン語や英語、マスコギ語族から単語を取り入れたクレオール語である。アメリカ合衆国建国の時から、フロリダの武装した黒人共同体の存在は、アメリカ人の奴隷所有者にとって、主な心配事であった。奴隷所有者たちは、アメリカ合衆国憲法の採用の後で批准された。 最初の条約であるニューヨーク条約でフロリダの黒人の逃亡者の返還を望んだ。アンドリュー・ジャクソン総督は1816年ブラックセミノールの要塞、ニグロ・フォートへの攻撃を指揮し、フロリダのマルーンの共同体を標的にした。マルーンの共同体を破壊することは、それに続く第一次セミノール戦争でのジャクソン総督の主な目的の一つだった。 第二次セミノール戦争では、ブラックセミノールとアメリカ合衆国の間の緊張が高まり、黒人とセミノールの同盟の歴史的なピークを迎える。この戦争は、インディアン移住の政策の下、フロリダの4000人のセミノールインディアンと800人のブラックセミノールの一部を西部のインディアン巡州に移住させようというアメリカ合衆国の取り組みから生じた。この戦争以前に、 少なくとも100人のブラックセミノールについては、逃亡奴隷として白人市民から返還を要求されていた。これら100名を奴隷にする直接的な試みを恐れ、また、さらに多くの共同体のメンバーを奴隷にする試みを予期して、ブラックセミノールらは強制移住に対して強く反発した。戦前の協議では、彼らはオシオーラによって導かれた最も、 公戦的なセミノールの一派の支持に回った。戦争が勃発した後には、ジョン・シーザー、エイブラム、ジョン・ホースといった個人の黒人指導者が重要な役割を担った。闘争でインディアムを支援することに加えて、ブラックセミノールは、開戦直後に少なくとも385の大農園の奴隷の反乱を凶暴した。奴隷たちは、 1835年12月25日から1836年の夏を通じて、インディアンとマルーンによる21の佐藤の大農園の破壊活動に加わった。これをアメリカ合衆国の歴史上最大の奴隷反乱と記述する学者もいる。1838年の後、500名のブラックセミノールはセミノールインディアンと共に、 現在のオクラホマ州のインディアン巡州へ移住した。軍による自由の約束にもかかわらず、西に向かうブラックセミノールは奴隷の襲撃者たちに脅迫された。その中には奴隷制に賛成しているクリークインディアンとかつてのセミノールの同盟者も含まれていて、彼らのマルーンに対する忠誠は戦争の後、減退した。連邦軍の司令官たちは、 ブラックセミノールを保護しようと努めたが、1848年、合衆国司法長官は、奴隷制賛成のロビーストに屈服し、マルーンの武装解除を軍に命じた。奴隷になる可能性に直面して、1849年、マルーンの指導者、ジョン・ホーストと約100名のブラックセミノールは、インディアン巡州から、奴隷制が非合法だったメキシコへの集団逃亡を成し遂げた。 1850年7月、この黒人の脱走者たちは自由へ横断した。彼らは、この遠征を率いたインディアン州長コアコチーノ下の伝統主義的セミノールの派閥の助力を得た。メキシコ政府は、このセミノールの同盟者たちを国境の辺境地の警護として歓迎した。その後20年間、ブラックセミノールは、メキシコの民兵として務め、ロース・マスカーゴズと呼ばれるようになった。 テキサスからの襲撃者はコミュニティを脅迫し続けたが、メキシコ軍からの武器と応援もあり、彼らは自衛することができた。この時代を通じて、数百名のブラックセミノールは、オクラホマのインディアン巡州に、セミノールの同盟者として残った。合衆国の奴隷制が終焉して、これらのマルーンたちは、セミノール自由人と呼ばれるようになった。彼らは、オクラホマ州のウェオカ周辺に居住し、 そのコミュニティは、ジョン・ホースが1849年に設立した黒人開拓地で、現在はセミノール・ネーション・オブ・オクラホマの本国となっている。1870年、アメリカ軍はメキシコに拠点を持つブラック・セミノールに合衆国に戻って軍の偵察として務めるよう招いた。セミノール・ニグロ・インディアン・スカウツは、 1870年代のテキサスのインディアン戦争において重要な役割を演じた。偵察隊はその追跡能力と並外れた持久力で有名になった。彼らのうちの4名は栄誉賞を受け取った。彼らは命令する白人司令官と彼らと緊密に連携したバッファローソルジャーとして知られるすべて黒人の部隊の最前線の偵察隊として務めた。 テキサスのインディアン戦争が終わった後、彼らはテキサス州ブラケットビルのクラークトリデに駐留し、1914年に軍が解散するまで残った。彼らの家族はブラケットビル周辺に居住し、そこにはテキサスを拠点としたブラックセミノールの教会と墓地が残っている。ナシメントとコアウイラのコミュニティはキカプーインディアンに隣接して持続している。 さらにブラックセミノールのコミュニティは大陸から離れてバハマ諸島のアンドロス島にも残っている。ここは19世紀フロリダ戦争の頃にアメリカの奴隷制から逃れた聖域として創設された。2003年と2004年オクラホマ州のセミノール自由人はセミノールネーション・オブ・オクラホマとの部族内の公民権をめぐる法的な争いでニュースになった。自由人らは セミノールネーションに与えられる5600万ドルの決済の分配を増やすよう訴えた。争いはセミノールインディアンが何名かの自由人を部族の決済と公民の権利を含めることから排除することを投票した後に発展した。2004年6月、合衆国際交際は彼らがセミノールネーションの承諾を得るまで決済の方眼について 連邦政府に訴訟を起こすことを、セミノール自由人らに許可しなかった。ランダーズ・ブラック・ソサエティ・イン・スパニッシュ・フロリダ25、サイティング・ロイヤル・ディクリー・オブ・チャールズ2、ライト・クリークス・セミノールズ85から91、マルロイ・フリーダム、オン・ザ・ボーダー11、ブラック・セミノールの交渉の伝統によると、フロリダも、また、決して奴隷化されずに遠征隊や、奴隷船から逃げ残った。 黒人逃亡者たちの故郷であった。シーワードはオールブラックセミノールズ、ディセンダンツオブフュージティブスレーブス、シモンズ七十六、マルロイ十七から二十二、ポーターザ、ネグローンザ、アメリカンフロンティア二百三十九、マッコールレターズフロムザフロンティアーズ百六十、ユナイテッドステーツ、アメリカンステートペーパーズ、ミリタリーアフェアーズ七。 427ーチ、ザミア科の植物学名ザミアインテグニォリアマルロイ20から22ポーターブラックセミノールズ6ホスターネグロインディアンリレーションズインザサウスイースト51から59シモンズ44ハンコックザテキサスセミノールズアンドゼアランゲージミラートリーティーズアンドアザーインターナショナルアクツオブザユナイテッドステイツ2三百四十44 トワイマン・ザ・ブラック・セミノール・レガシーローザン、アメリカン・ポリティクス78から79、ユナイテッド・ステイツ、アメリカン・ステート・ペーパーズ、ホーリン・アフェアーズ4、559から61、アーミー・ネイビー・クロニクル2、114から6、マホン65から66、マホン69から134、ポーター・ブラック25から52、バード・ザ・ラージスト・スレーブ・リベリオニン,ン、 U.S. h ス s t o r y ブラウン・レース・リレーションズ・イン・テリトリアル・フロリダ304リバーズ・スレーブリー・イン・フロリダ203ポーター・ブラック97 111から123ユナイテッド・ステーツ・アトーニー・ゼネラル・オフィシャル・オピニオンズ4 720から29ギディングス・エグザイルス・オブ・フロリダ327-28フォアマン・ザ・ファイブ・シビライズド・トライブス257 リトルフィールドアフリカンズセミノールズ122から25、ホスター42から43、マルロイ58、ポーターブラック130から31、マルロイ56から73、ポーターブラック124から147、ポーターブラック175から216、ウォレス・ラナルド・エスメ・カンジー92から111、ゴーグイン・ザ・セミノール・ニーグローズ・オブ・アンドロス、アイランド201から6、 マルロイ26バカリセミノールズウィズアフリカンアンセストリーセミノールフリートマンリバフトバイシュプリームコートありがとうございます